はい、皆さんこんにちは。今日は2022年12月22日冬至ですね。冬でございます。お寒うございます。これは私の管理画面でございます。はい、いろんな動画を投稿していますね。ジャンルが多いんですよね。いろいろ見てくださいね。またね、よろしくお願いします。ここで動画の管理をクリックしますね。はいはい、動画の管理が出てきましたね。いろいろとあります。はい、ショート動画もね、まあ気分転換でやってますからね。はいはい、この中で著作権とありますね、これ。はい、ここねクリックします。といやいやいや、またねやられたんですよ。上に一致する動画とありますね。ここ一致する動画、何が一致するのということで、そう、私の動画に一致する動画ということです。はい、この人ね、この人が私の動画をいわゆるパクったんですね。はい、これ日本人じゃないですね。はいはいはい。で2020年12月20日にね、私の動画を無断転載したんですね、この人は。はい、視聴回数は合計4回ですね。はい、チャンネルですね。これは何でしょう。どう読むんでしょうね。よくわかりませんね。なんか、なんやら、ショップとありますね。なんか売ってるんかな、この人ね。はい。はい。それと、ここにマッチ率とありますね。はい。動画の 100% ということは、もう紛れもなく私の動画であるという証拠でございます。それを取っちゃダメじゃないの、あなた。ということで、今までにね、3回ほどね、この無断転載をやられたんですよ。同じ人物かどうかは覚えていませんがね、この動画はね、なんか以前にも撮られたんですよね。はい。まあそうですね、皆さんもね、動画を投稿されてる方ならご承知でしょうけども、まあ、YouTube からね、3回、合計3回の、著作権侵害の警告を受けるとね、アカウントが停止になりますね。アカウントが停止になれば動画は全て削除されますからね。まあ悪質な違反があればね、3回警告を受けなくても即1回でアウトということもあると思うんですね。気をつけてほしいですよ。なぜね、このようにね、他人の動画をパクってね、あたかも自分の動画であるがごとく、無断転載するんでしょうね。非常に危険率が高いですよ、これ。もうすぐ分かっちゃうんですよ。最近はね、YouTube からね、このようなね、著作権侵害の動画あればね、即通知があるんですよ。通知がありますから、その中でね、確認してくださいと。ありますからね、今確認してるんですけどね。はい。これはね、もう近いうちにね、そうですね、もうダメですからね、ここに削除リクエスト。ね、これをね、かけたいと思うんですね。はい。そんなことで、もうね、やめてくださいね、無断転載はね、自分の動画を投稿してください。それじゃね、これで失礼いたします。